バラマド、ボストン大学のマーシュレイハイドの祭壇の上にある。マーシュレイハイドの実験は、ボストン大学のマーシュレイハイドウにて1962年の、正金曜日、すなわち4月20日に行われた実験である。正金曜日の実験とも呼ばれる。ハーバード神学校の進学の大学院生であった、ウォルター・パンケは、 ハーバード白紙瓶計画とティモシー・リアリーの監督の下で実験を計画した。パンケによる実験は白紙瓶が信頼できるエンセオジェンとして作用するかを新人深い被験者で調査した。正金曜日に向けてボストン地区の進学院生のボランティアは無作為に2つのグループに分けられた。二重毛憲法にて半分には白紙瓶が対象群は高容量のアシンが与えられた。 内野心には生理学的な作用があり、活性プラセボとして用いられた。内野心を受け取った一部は当初は抗生神薬だと考えた。しかし、内野心による顔面校長の間隔は約1時間後に収まった。一方で白ビ瓶の効果は最初の数時間で増大した。実験グループの参加者の大半は幻覚剤が宗教体験を促すという見解を 実験的に裏付ける、深遠な宗教体験を報告した。比較宗教学の教科書の著者であるヒューストン・スミスも参加しており、後に彼の体験について、体験したことのない、最も強力な宇宙的な回帰であったことを述べた、実験から25年後、白紙瓶を受け取った参加者は、その体験について、真の神秘的な性質があり、スピリチュアルな生活の要点だと位置づけた。 幻覚剤の研究者であるリック・ドブリンによれば、パンケの研究には二重盲検の手順に誤りがあり、神秘体験についての質問表にも不明確な質問があった。それでもドブリンは、パンケの研究は薬物による神秘体験が薬物によらない神秘体験に劣るという主張に疑問を投じていると述べた。 同様の感想を臨床心理学者のウィリアム・エイ・リチャーズが2007年に述べており、彼によれば、マッシュルームが似たような刑事体験を引き起こすための技術の一つになるが、同様でなくとも、脳内科学に自発的な変化が生じて起こるということである。2002年、ジョンズ・ホプキンズ大学のローランド・アール・グリフィスによって、より厳しく制御したこの実験が実施され、同様の結果を得た。 14ヶ月後に追跡され、参加者の過半数は人生において5つに入る、重要なスピリチュアルな体験だと評価し、幸福と生活満足度を高める体験だとみなした。ありがとうございます。